はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。はい。えー、まあ、今日のティーセットはね、この前自分の誕生日用に買った、はい、えー、ティーカップでございます。はい、えー、なるみのでございますね。日本製でございます。はい、えー、もう、もうお茶がこぼれてますね。<laughs> はい。えー、まあね、えー、なんと言うか、あ、 私の大好きなスミレの花のねえ、ティーカップでございます。はい。えー、なんというかね、あのー、経済ニュースを2つほど皆さんとシェアしたいと思います。今ね、あのー、日本の、まあ、いろんなね、ネットのニュースでもそうですけど、えー、まあ、実際のテレビ CM なんかでもそうらしいんですけど、ここら辺私テレビないんでわかんないんですけどね。えー、NISA が、NISA ですね。 え、NISA やれーやれーってすっごい騒がれてますよね。NISA でも置けましょう !NISA でもおけましょうっていうキャンペーンが繰り広げられているんですけど、そんな中、はい。そういった NISA キャンペーンが繰り広げられている中、バフェット指数ですね。はい。投資家のウォーレン・バフェットってご存知ですよね。あの方のバフェット指数っていうのがあるんですけど、これ、 200%に近くなればなるほど、投資には不向きです。そういう時期が来てます。つまりね、株がもしかしたら下がっちゃいますよっていうね、えー、そういう指数があるんですよ。これが200に近くなればなるほど、高くなればなるほど、えー、株が下がるという指数になっております。 この指数が、バフェット指数がですね、なんと184%にまで上昇しました。つまり、もう投資には不向きですということでございます。200に近くなれば近くなるほど、もう投資はやめてくださいねっていうことなんですよ。もうだいぶ近づいてますよね。はい。もう投資やめろとの警告が、 バフェット指数でお分かりになりますということでございます。はい、バフェット指数です。ちなみにこのウォーレン・バフェットさんなんですけど、えー、結構まともな方でございます。えー、なんていうのかなーあー、この人ね、確かね、5、60代ぐらいまでものすごく貧乏だったんですよ。はい。晩年です。あのー、儲けが出たのが。 で、しかもね、この人ね、ものすごくケチで、はい。えー、皆さんこれもご存知ないと思うんですけど、ものすごくケチなんですよ。で、えー、若い時に買った車をね、確か30年、40年乗っていたというね、えー、修理しながら。はい。そういった方でございます。はい。まあ、あっち側だーって言われてる人の一人なんですけど、その中ではものすごいまともな方です。はい。 まあ,あ、ちなみに言ってしまうとね、ウォーレン・バフェットさん。はい。えー、この方は、あまあ、5、60代ぐらいまでね、えー、非常に貧乏だった方です。はい。で、えー、何度もね、お友達にお金を貸してはね、えー、損をしということをされてきた方みたいですね、どうやら。はい。ここら辺の逸話もね、よく知ってるんですけどね。はい。でもって、えー、まあ、あ ちょっと前まではね、30年ぐらい、30年ですね、30年も古い車をずっと使っているというね、はい、ものは壊れるまで使いましょうというね、ものすごい節約家の人です。なんでね、あの感覚としては割と庶民の感覚を持っている方だと思います。 はい。この辺がね、変な感じなんですけど、あのね、えー、シンガポールにいるね、投資家のもう一人の有名な方いら,いらっしゃいますよね。あの方も似てますよね、ある意味。はい。えー、未だにね、世界的な投資家でものすごいお金持ちなんですけど、自転車ですからね。はい。自転車です。はい。 まあ、庶民の感覚を忘れないっていうことはいいことですね。はい。まあ、本当にあっち側かどうかは、まあ、わかんないんですけど、はい。まあ、そういうことです。ちなみに、このバフェット指数が、もう184だか6だかになってるんですよ。はい。なので、まあ、特にね、これ、アメリカ株の投資なんですけど、もうやめときましょうっていうことなんですね。投資は。で、ちなみに、 ちなみにですね、最近あの見た動画で、これオーストラリアに住んでるね、えー、いわゆる、華僑家です。家僑、はい。華僑の方が言ってた情報なんですけど、えー、まああのー、審議の方はわかりません。あのー、そういったね、えー、中華系の人の間でのなんか、 あの、投資の雑誌みたいなのがあるみたいですね。えー、それに書いてあった情報なんですけど、ウォーレン・バフェットさんは、あ最近ね、自分の株を、持ち株をね、かなり売ってると。はい。で、えー、これ多分ね、市場に何か変化があるから、皆さん気をつけてくださいねっていうことを、おかあのー、配信してました。 はい。まあ、中国語なんで、はい。えー、まあ、この方の配信中国語なんで、貼ってもね、多分意味がないと思うんですよ。はい。えー、中国語、あの、非常によく理解できる人でし,しかもちょっと、株のことなんでね、えー、そういった用語がたくさん出てるんで、えー、まあ、わからないと思うんでね。えー、まあ、これはあ、この動画は貼らないことにします。はい。意味がないんでね。はい。えー、まあ、そういうことを言ってました。 ちなみにこのバフェットさん、あのー、もうお年がお年なんで、ある、ある噂によるとですよ、噂ですよ、お年がお年なんでね、えー、もう株を売ってね、自分のために好きなことをしようっていう、そういったね、魂胆なんじゃないかっていう噂も出ておりますが、どうやらあそうじゃないようだということを、まあ、このオーストラリアのね、えー、家の配信者さんは言っておりました。はい。 ええー、まあね、これ危ないと思いますよ、私も。日本株もね、えー、かなりやばいと思ってます。今、すっごい株高でいろいろ騒がれてますけど、うーんって感じですよね、これ。はい。まあね、わかる方にはわかるということでございますよね。 はい。まあ、経済はね、突然ですからね、来るときは。はい。ブラックマンデーみたいなことが起こっちゃいますからね。はい。えー、ちなみにブラックマンデーはわかりますよね。世界恐慌が起きたときでございます。はい、週末明けて、 みんながその日もね、同じように過ごそうと思ってたら、ブラックマンデーがやってきてね、えー、株がだだ下がりということになってしまったということでございます。これが、いわゆるブラックマンデーということで。まあ、来ないことをね、願う以外ないんですけど、おまあね、えー、来るでしょう。はい。まあ、いつかはわかりませんけどね。 えー、それからもう一つの話題です。これね、えー、まあ大紀元さんの配信者さんも中国語のニュースで、ごめんなさいね、中国語のばっかりで、私、まあね、えー、やってたんですけど、えー、今ね、中国本土のね、金の取引所が全部ね、閉鎖されているってニュースだったんですよ。潰れていると。クローズしちゃってると。 これ一体何の動きなんだろうかっていうことを言ってました。はい。えー、この記事にも書いてあります。これ Yahoo ニュースです。出てます。はい。えー、中国本土の金のいわゆる取引所、売り買いしているね、取引所が次々とクローズしてますよということです。ちなみにですね、ちなみに中国は 世界の金の生産国のナンバーワンです。はい。もう一度言います。これ、外務省のホームページからの、おね、お答えなんで、えー、外務省に行ってみてみると、外務省のホームページ行ってみると、わかります。はい。世界一金を生産しているのが中国でございます。 この中国で金の取引所がどんどんと閉鎖されていますよという記事でございます。確実に何かありますね。確実にこれ何かあります。まあ、ある人たちは、アウト政府がね、逃げに入っているんじゃないか、どうやら。 逃げなんじゃないか。いわゆるね、蒋介石が,、ね、が台湾に逃げるときにですね、蒋介石が台湾に逃げるとき、金目のものとか優秀な人を全員ほとんど連れて台湾に行ったんですよ。はい。いわゆるあの、呼吸博物館ありますでしょ呼吸博物館ね。 そこの持てるもの、ちっちゃいものですね。はい。えー、筆でできた白菜とかありますよね。いろいろ、あの、貴重なものがね。そういった持てるものを全部持って、台湾に逃げていったと。あと、優秀な人材です。はい。えー、いわゆる中国一のね、えー、名国と言われた人たちとか、そういう人たちを全部連れてっちゃったんですね。 これと同じことがもしかして起きるんじゃないかっていうことが今言われております。噂されております。わかりませんけど。で、もう一つは、いわゆるね、えー、C の国。今、人もどんどんいなくなってますし、お金もどんどんなくなってます。で、いろんな企業が倒産しております。お父ちゃんしております。なんで、 そのためのね、えー、補填に使うつもりなんじゃないかっていう噂も出ております。はい。そのための補填ですね。わかりますよね。はい。そういう噂も流れております。まあ、いろんな噂が出てくるんですけど、 まあ、一つだけ言えるのはあ、かなり不安定になっているのは確かです。はい。わかりますよね。これた、かなり不安定になってるんですよ、あの国。まあ、体制がね。えー、まあ、核、核の名軍みたいなのも出てきてますから、ごめんなさいね、ここら辺ぼかしてしか言えないんですけど、えー、まあ、そういうことでございます。ゅうさんですね。 はい。あの、週の肉まんちゃんでございます。あの方もかなりね、えー、まあ、いろんな方面からね、えー、狙われているという噂がありますから、まあ、いろいろ出てるんですよ、その辺は。なんでね、えー、まあ、いわゆる変な話なんですけど、はい。水イ,イズのね、予言書なんかでは、また今年来年あたりに、まあ、赤いね、はい。 赤い蝶ですね。はい。赤い蝶。はい。えー、いわゆる、わかりますよね。政治的に赤い蝶でございます。新蝶とかね、ありましたよね。当蝶とかね、民蝶とかね。はい。あの蝶で赤い蝶と呼ばれてるんですよ。今のこの体制ね。えー、C の国の人々の間では。その赤い蝶がなくなるのが今年か来年と言われてます。はい。 なんで、これ本、本もしかしたら本格的にね、何かが始まるのかもしれません。ちなみに、この、金の取引所ですけど、えー、金の、まあ,あ、お店っていうのかな、ほぼほぼ政府系です。はい。ほぼほぼ政府系でございます。 面白いことになってきましたね、お隣も。はい。まあ、経済ニュース二つなんですけど、いろんなことが見えてきます。まあ、まとめますと一つはね、えー、バフェット指数ですね。これがもう200近くに上がってますよということです。つまり、投資すると危ないですよという信号がもう出ているということです。 まあでも日本、日本はね、まだにニーサニーサ言ってますけどね。はい。でもって次はお隣の中国ですね。はい。C の国で金の取引所が次々と閉鎖されているということです。はい。この経済ですね。はい。えいわゆる経済のね、世界の動向からも お、目が離せない動きになってきました。はい。引き続きね、こちらの方もお伝えしていきたいと思います。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。はい。今日も普通のお紅茶でございます。はーい。やっぱりお気に入りのカップでね、飲むお紅茶は一番ですね。それでは皆さんまたごきげんよう。